作官学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作官です。今回紹介するのは1995年にビングがプレイステーション向けに発売したナイトストライカーです。で、まあ英語かな。で、まあこっち側は日本語かな。で、裏面という感じになってます。で、表面から見ていくと、ナイトストライカーの英語のね、表記、ロゴの表記があって、ビングってロゴがちっちゃくここに載ってて、あとプレイステーションのロゴがあって、あとはこのマシンがこっちに向かって走ってるね。この奥見るとなんか街並みがあるんで、あるんですけど、なんとなく全体的にこの近未来感がありますよね。このね、1995年の商品、今近未来感って言っちゃうのもすごいんですけど、なんかこう、ね、色合いがいいですよね。ただこれだけだと英語読めない人にとっては何のパッケージかよくわからないんだけど、まあ帯をつけるとこんな感じになりますね。ここに情報が載っています。巨大都市の闇を切り裂く近未来 SFX3D スクロールシューティングゲームナイトストライカーということで、これ読めなかった人もここでナイトストライカーでやっと読めると。で、 3D スクロールシューティングであることも表面からわかると。で、ここ見るとね、ここ英語なんだけどここ日本語ね。まあこっち側日本語だろうって話もあるんだけど、まあここはねちゃんと見やすくなるのはいいんだけど、やっぱ取って英語なのは許せないっていうね。で、裏面、まあキャッチと説明と画面写真にキャプションがついてると。で、プレイヤー1人でメモリーカード1ブロックで、読んでいくと、近未来巨大都市で巨大都市が戦場になる 3D スクロールシューティングゲーム、密集するビル群、工場地帯、運河、地下道、バトルフィールドは闇に沈む近未来の巨大都市だ。国連アンスタッフの主力部隊ナイトストライカーが強大な敵を殲滅すべく戦闘用装甲マシンで血をかけ空を舞うってことで、画面写真に行くと新世代マシンの機能を駆使して今よみがえるあの名作ってことで、こう時代性を感じるね。この新世代マシン、プレイステーションのことですよ。次世代機とかいろいろ言われてたんでね、なんか響きがね。で、今よみがえるあの名作って結構いろいろ謎ポイントですね、ここは。で、オリジナルモードを搭載してバトル感覚がさらに加速。で、新開発 AFS の採用で実現した迫力のアナログ操作感覚で、 ASF ってなんじゃらほいってなるんですけど、ここ AFS Bing Analog Feeling System って書いてあって、英語の表記書いてあるんだけど意味が書いてない、ね、で、あと、息もつかせぬ多彩なステージ、壮大なマルチエンディングっていう感じで、まあ、ゲーム説明があるので、ここに衝撃的なポイントがあります。読んでみると、この商品は台東の許諾を得てアーケード版のナイトストライカーを参考に作った商品ですということで、移植って書き方とかしてないんですよね。参考に作ったっていうのがちょっと微妙な感じがしました。以上、作家でした。